2019年アフガニスタン大統領選挙は2019年に行われたアフガニスタンイスラーム共和国の大統領を選出する選挙である2019年9月28日に第1回投票が行われた2018年11月アフガニスタンに関するジュネーブ閣僚級会合が行われ2018年の会員選挙の経験を踏まえ2019年の 大統領選挙を含む今後の選挙プロセスの準備を進めることを決めた。同日、独立選挙委員会は、アシュラフガニー大統領とアブドラ・アブドラ行政長官の国家統一政府の任期が2019年5月に終了するため、大統領選挙を2019年4月20日に行うと発表した。しかし12月、独立選挙委員会は、下院議員選挙の混乱やダーリーバーンとの 和平交渉を考慮し、2019年7月20日に選挙を延期した。2019年2月、独立選挙委員会が18人の立候補者を発表したが、2018年の会議員選挙の結果を未だに確定できない独立選挙委員会に対する不信が高まった。同月、ガニー大統領が選挙法を改正して、独立選挙委員会の全委員を解任し、 大統領候補による投票によって、新委員を選出した。またこの頃、ガニー大統領やアメリカ合衆国のザルメイハリルザド、特別代表は、選挙前にターリバーンとの間で和平協定を締結したいと考えていた。3月、ガニー大統領が、独立選挙委員会の委員を承認し、委員長にハワ・アラム・ヌーリスタニを選出した。ハワ委員長は、元議員で、 テレビ番組の司会者などを務める女性である。同月、独立選挙委員会は、会員議員選挙で使用した、ドイツのダーマログ社製の生体認証端末を、大統領選挙でも使用することにした。また、独立選挙委員会は選挙の実施を9月28日に、延期し、衆議会選挙と、軍議会選挙を同時に行うと発表した。4月、独立選挙委員会は、 衆議会選挙と軍議会選挙を含めた選挙費用として2億700万ドルを計上したが、国連アフガニスタン支援ミッション代表の山本、忠道などが大統領選挙の確実な実施のために地方選挙の同日実施に反対した。5月、独立選挙委員会は衆議会選挙と軍議会選挙の実施を翌年に延期し、大統領選挙のみを行うと発表した。 同月、タリバーンとの和平を話し合う国民大会議が開催され、3200人が集まってタリバーンに停戦を呼びかけたが、タリバーンに拒否された。6月8日に有権者登録が開始され、7月28日に選挙運動が解禁された。同日、ガニー大統領の副大統領候補であるアムルラー、サレーの選挙事務所で爆弾が爆発し、 アムルンラー候補が負傷した。8月、ターリバーンは市民に対して、選挙集会は攻撃対象になるため参加を控えるように呼びかけた。同月、ムハンマド・ハニーフ・アトマル候補が選挙戦から撤退し、選挙日までに合計5人の候補が選挙戦から撤退した。9月1日、ターリバーンとアメリカ合衆国の和平交渉が大詰めを迎えた。しかし交渉のさなか、 カブールで自爆テロがあり、米兵が死亡した。トランプ大統領は交渉中の攻撃を問題視し、9月7日に和平交渉は死んだと表明し、キャンプデイビッドで予定されていたターリバーンとの秘密会談を取りやめた。一説によると、トランプ大統領はターリバーンと協定を結んでも、現場指揮官が従うかどうかわからないと考えているという。9月17日。 カニー大統領が出席するパルバーン州の選挙集会をターリバーンが攻撃して多数の死傷者が出た。選挙資格のある約1200万人のうち約960万人が有権者登録を行った。26,580カ所の投票所が設けられ、警備の治安軍は72,000人に及んだ。9月28日午前7時、ターリバーンの攻撃により、 市中が騒然とする中で34州で投票が始まった。投票は15時までの予定だったが、17時まで延長された。独立選挙委員会によると約260万人が投票を行った。2014年の大統領選挙や2018年の下院議員選挙と比べると投票数は非常に少なかった。国連アフガニスタン支援ミッションは、 攻撃を行わなかったようである。多くの死傷者が出たものの、2018年の会議員選挙の死傷者数と比べると民間人の死傷者は約半分だった。10月、独立選挙委員会は第1回投票の結果発表が遅れると発表し、その後11月14日に発表すると発表した。独立選挙委員会によると全国から回収した生体認証端末から、 投票データをサーバーに移転しているが、サーバーに対してクラッキングが行われたために作業に遅延が出ているという。また生体認証端末に記録された得票のうち13万票がシステムにより隔離された原因をダーマログ社が調査したところ、投票所の係員のご操作によるものと判明した。11月、アブドラ行政長官の選挙チームは投票の中には、 サーバーで隔離されている表、選挙日以外に投票された表、生体認証を使用せずに投票された表、同じ写真を使い回したり、写真の中に写っている写真で本人確認をした表、紛失したはずの生体認証端末やメモリカードを使用して投票した表などの不正投票が含まれており、不正投票の数は30万票に達すると断じた。同月十四日、 独立選挙委員会は予定されていた発表を延期した。浜委員長によると、独立選挙委員会は26,580箇所中8,494投票所の票の数え直しを行おうとしているが、候補者の大半が反対している。候補者たちは特に怪しい約8,000箇所の投票所の票を得票として加算しないように求め、 数え直しの前に不正票を除去するように要求し、15州で票の数え直しを拒否した。しかし独立選挙委員会は票を数え直し、得票として扱う方針を変えなかった。12月に入っても独立選挙委員会と候補者たちの折り合いはつかず、34州中7州の票の数え直しが中断したままだった。2019年12月22日、 独立選挙委員会は投票結果を発表した。ガニーの得票率は50.64%、アブドラの得票率は39.52%だった。2020年2月18日、独立選挙委員会は、アブドラの意義を認めず、暫定結果の通り、過半数を超えたガニーの再選が確定した。しかしアブドラは納得せず、3月9日、 ガニーとアブドラがそれぞれ大統領就任を宣言した。3月24日、アメリカ合衆国のマイク・ポンペオ国務長官がカブールを訪問し、ガニーとアブドラの仲裁に当たったが、うまくいかなかった。5月17日にガニーとアブドラは新政権樹立で合意し、権限を両者で分け合うこととしたほか、アブドラは新設される国家和解公投票議会の議長に就任し、 ターリーバーンとの和平交渉を主導することとなった。18人が立候補したが、選挙日までに5人の候補が、選挙戦から撤退した。ありがとうございます。